約2連勝。巨人ヤクルト9回戦、ヤクルトが巨人に4対2で勝利。ヤクルト勝ったで。石山でどっと疲れが出た。田口を浪費した罪は重い。勝てるようになったの田口帰ってきてからだな。首位と盲点もじいさきた。やっと借金後まで戻したな。巨人負けたね。でも最終回に攻撃が見れた。負け試合で見せ場作ったのは良い。社会バントしなかったのが敗因かな。ヤクルト先発吉村 7.1 回無失点。吉村が超エース的な働きしてるな。吉村はプロに入ってから成長した。吉村は相変わらず突然が凸する。ヤクルトリリーフ石山 0.2 回2失点。もう勝ち試合で石山使えないな。石山は序列下げるべきだわな。勝ったけど石山の罪は重いな。ヤクルト田口セーブ。田口あんまり良くなかったけどナイスピッチ。田口はヤクルトで唯一の一流ピッチャーさすがや。最後はヒヤヒヤしたが田口がいてくれてよかった。巨人先発戸郷6回3失点。戸郷級 S なら最低限だよ。戸郷最低限のピッチングしたぞ。ノーヒットノーランの貯金をちょっとずつ吐き出すと思う。巨人リリーフ西舘1回1失点。西舘あかんな。敗戦処理西舘。まあ今日が最終テストだったのかもね。西舘ヤクルト打撃成績。長岡先制タイムリー。ナイス長岡。長岡3番の魔法ギリギリ継続か。山田ホームラン。山田良くなってるやん。山田の状態は良さそう。中村スクイズ。中村バレバレのスクイズ。バントは本当うまいな。オスナタイムリー。オスナ最高だ。オスナ7番がいいんだよ。巨人打撃成績。長野2点タイムリー。さすが長野さん。もう4番長野やろ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。